うまくいってますでしょうか。皆さん聞こえますか。聞こえますか。大丈夫ですか。音と画像いかがでしょうか。あ、声聞こえてますか。あ、よかったですね。はい。じゃあ、音と画像大丈夫ですね。では、出かけたいと思います。はい。ドアロックが壊れてる。直りましたよ。はい。では、出かけます。それでは、今日の御言葉ですね。2月18日、木曜日。また自分の十字架を担って私に従わないものは私にふさわしくない。ふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わないものは私にふさわしくない。And unless you are willing to take up your cross and come with me, you are not fit to be my disciples.And unless you are willing to take up your cross and come with me, you are not fit to be my disciples. 自分の十字架を担って、イエス様に従っていく。自分の十字架に、自分の十字架を背負って。はい、マドンナさん、おはようございます。皆さん、自分の十字架を担ってとどういうことでしょうか。自分の十字架を担う、今日もいい天気ですね。今日もいい天気で、ちょっと寒いですね。ちょっといい天気で、寒いですけど、いい天気で。おはようございます。寒いですね、今日はね。では、出かけたいと思います。それではですね、今日はどこに行きましょうと。はい、じゃあ皆さん、ちょっと出かけます。絶対見てはいけないという、そういうタイトルだったんですね。まあ、それは会員であり、そして不倫子であり、公職であり、ゲヘナへ投げ落とされる、つまり地獄に投げ落とされるっていう話ですね。多くの人はですね、まあ良くないと思いつつ、まあその何て言うんでしょうかね、支配されている、束縛されていると言ってもいいんではないでしょうか。
知らず知らず見てしまうと言ってもいいかもしれませんね。いけないと思いつつ、いけないと思いつつ見てしまっているのではないでしょうか。しかし、聖書ではですね、それを、まあ、禁じているわけです。そして、思わされたんですけどね、あの宮崎元議員、宮崎議員がそういう不倫のですね、スキャンダルがありました。で、まあ常識的にですね、不倫は良くないという、不倫は良くないというのは、あのまだまだ社会にあって、その議員が不倫をするのはとんでもないということで、議員をですね、まあ辞職したわけですね。それはあのまだ日本の社会が、まあ、まだ健全であるということの証拠だと思うんです。しかし、なぜ不倫が良くないのかという議論はですね、その社会の中ではないのではないでしょうか。その多くの人たちは、不倫がなぜダメなんだということをですね、ちゃんと説明していないのではないでしょうか。AV 見ちゃいけないんだ、不倫行為いけないんだ、そういうことをですね、ちゃんと言えるのはですね、学校でも言えないし、家庭でも言えないし、社会でも言っていないんです。その不倫がなぜいけないか、ちゃんと説明しているのが聖書ですね。聖書でははっきり勧誘してはいけない、まあ、勧誘してはいけないってことは、要するに不倫してはいけないっていうことなんですけど、その勧誘してはいけないということをですね、ちゃんと言ってるのが聖書です。そしてそれを社会は知らないし、ね、その良くないということは分かるけれども、分かるけども、なぜ良くないのか、なぜ良くないのか、そしてそれを良くないんだ、良くないんだとその主張することができない理由が分からないから、そして自分も若干そういう気持ちがあったりするわけです。社会でですね、その正しさを、主張できない社会、正しさを主張できない社会になっているのではないでしょうか。そこで、クリスチャンがですね、クリスチャンが正々堂々と、正々堂々と、そういうことは良くない、不倫は良くない、 AV を見ることは良くない、そういうその正しさというか秩序というか、そういうことをしっかりと説明できるのが、聖書だと思います。クリスチャンはそういうことを正々堂々と強く主張するべきではないでしょうか。兄弟姉妹の皆さん、ぜひ、世の中がだんだんそういうふうに悪くなってきています。クリスチャンが世の光、地の塩になんなさいとイエス様がおっしゃっているのは、まさにそういうことではないでしょうか。世の中の腐敗に対して、世の中の腐敗に対して地の塩が必要である、地の塩が必要である。その地の塩、また世の光の世の光として歩むときに、まずクリスチャンが率先してね、クリスチャンが率先してそういうことは良くないんだ、そういうことは良くないんだっていうことを、クリスチャンが率先して、言わなきゃいけないんだということですね。わけで、まあ、この伝道放送もですね、ある意味では、
この社会に対する警告であり、また主張であり、社会のその世の光ですね、世の光、地の塩としての、まあ、役割としても考えているわけです。世の光、地の塩としても考えているわけですね。いつも来てるとこですが、はい、景色のいいとこに来ましたね。よいしょ。景色のいいとこですね。パノラマ、今日もですね、パノラマ男に来ました。今日もパノラマをお見せします。はい、パノラマですね。ちょっと一応鍵閉めておきましょうね。一応鍵を閉めておきましょう。そう、パノラマを見に来ました。ここはですね、まあ、2週間、先週、2週間ぐらい前にですね、この放送してたら地震があった場所ですが、まあ、そういう、景色が綺麗なところで、ね、山見えますか皆さん。山見えるかな。景色のいいところでね、放送したいと願っておりますが、まあそういうわけで皆さん、人間がその罪人であるね、汚れがある。神様はですね、神様は人間を作ったんですが、その神様が人間をですね、そのサタンによって人間がですね、罪を犯すようになった、汚れてしまった、人間が、罪を犯すようになってしまった、その人間を、神様はもう一度救いたい。もう一度救いたい。その、神様は人間を救いたい。そういうことの中で、イエス様をこの地上に送って、イエス様をこの地上に送って、イエスキリストを信じる者の罪を許す。イエスキリストを信じる人の心を清める。イエス様の血によって、イエス様の血によって、私たちの、ね、心を清める。皆さん、大事なのは、イエス・キリストにあって、罪が許され、清くされること。
イエス・キリストにあって、心を清めていただくこと。それが大事なんだ。ね、それが大事なんだということを皆さん、理解してほしいと思います。それが大事なんです。そして私たちは、その、今日ありましたね。自分の十字架を背負って、自分の十字架を背負って、イエス様についていく。イエス様についていく。そうするならば、イエス様の弟子としてふさわしい。イエス様の弟子としてふさわしいと書いて。ですから皆さん、自分の十字架とは何ですか？自分の十字架というのは、自分の、人生の中で、イエス様に会って、自分の人生を生きるということではないでしょうか。自分がイエス・キリストに会って死ぬと言いましょうか。自分の人生を捧げ、自分の命を捧げ、イエス様のために、生きる。人生を捧げてイエス様のために生きる。自分の与えられた状況、自分の与えられた状況を生きる。それが自分の十字架ではないでしょうか。皆さん、私たちは、その、自分の、その、十字架を背負って、自分の十字架を背負って、イエス様についていく。イエス様についていく。それが、人生だと、ね。それが人生なんだ。それが人生なんだということですね。はい。こちらのパノラマもちょっとお見せしましょう。こちらのパノラマもいいですよね。こちらのパノラマ。遠くまで見えますね。スカイツリーも見えるということですけど、どれがスカイツリー、どれがスカイツリーでしょう。あの辺がスカイツリー。あ、あれがスカイツリーだ。見えましたよ。あれスカイツリーじゃないかな。見えますか？あそこ、真正面。あれスカイツリーじゃないかな。ねえ、スカイツリー見えましたよ。見えました？私見えましたよ、スカイツリー。皆さん見えたかな？スカイツリー見えました。イエス様は私の重荷を取ってください。はい、ルデヤさん。イエス様が皆さんを清めて、重荷を取ってくれますよ。重荷を取ってくれます。毎回ここ景色綺麗だと思う。アメン。毎回ここ、景色綺麗だと思う。生きていても楽しくありません。はい。イエス様に従うならば、人生は、楽しくなります。欲で生きたら楽しくありません。欲で生きたら楽しくありません。しかし、イエス様に、従うならば、イエス様に従うならば、ね、人生は楽しくなります。人生楽しくなります。ね。景色が綺麗な場所をたくさんご存知ですね。そうです。探したんですね。探してですね、皆さんに少しでも、少しでも、ね、その、天国の素晴らしさ、天国の素晴らしさを少しでもですね、まあ、その、味わってほしい、知ってほしいということで、皆さんに、ね、その、イエス・キリストに会って、イエス様に従っていく生き方、イエス様に従っていく生き方をね、ぜひ皆さん知ってほしいのです。どうすればイエス様に従うことができるのですか？はい。イエス・キリストの、ね、イエス・キリストに会って罪が許してほしい。天国に行きたい。救われたいということで、
クリスチャンとして歩むということですね。クリスチャンとして今までの生き方をやめて、今までの生き方をやめて、クリスチャンとして歩む。信仰のない生き方をやめて、信仰のない生き方をやめて、イエス・キリストを信じる信仰として歩む。それが、その決心です。信仰を持つとこのような綺麗な景色を見つけることができるんですね。信仰を持つとですね、もっともっと綺麗な天国に将来行くことができます。もっともっと綺麗な天国に、行くことができます。昨日の朝の場所も綺麗でしたね。昨日の朝も綺麗でしたね。昨日の朝も綺麗でした。今日も綺麗ですね。朝日ですね。朝日。朝日綺麗ですね。あとこういう林もあります。ね、林もあります。こういう木もいいですね。この木、いいですね。これはなんかこう、本当に。木もいいです。心が現れます。アメン。毎日少しずつ聖書を読むといいですね。そうですね。皆さん、聖書を読むこともとても素晴らしいです。聖書を読むことも素晴らしいです。知恵線が見えるって気持ち良いと思います。そうですね。知恵線が見えるっていいですよね。知恵線が見える。聖書を読もうかな。あ、そうですね。聖書を読むと、本当に真理を学ぶことができます。聖書を読むと、心が清くなります。聖書を読むとですね、人間はどう生きるべきか、人間がどうするべきかが分かるようになってきます。本当に人間にとって大事なことは何なのか、本当に人間にとって大事なことは何かが見えてきます。私たちは真理の道を歩む必要があるのです。自分の十字架を背負ってイエス様についていく。自分の十字架を背負ってイエス様についていく。その決心が必要なんです。その決心が必要です。教会のホワイトボードの2月19日、シャロームって何ですか？はい、牧師会があるということですね。見えちゃったんですね。牧師会、明日ですね。明日が19日です。明日、牧師会があって行ってきます。イエス様のおかげで腰痛が治りました。イエス様のおかげで腰痛が治りました。ありがとう。私は仏教徒です。私は仏教徒です。はい。イライラしたとき、聖書を読んでいます。それは正解です。イライラしたとき、聖書を読んでいます。ひき逃げされた小学生は天国に行けましたか？天国に行くためには罪が許されなければなりません。罪が許されないと天国に行けません。ですから、小さい子供に信仰を教える必要があります。小さい子供に信仰を教える必要があります。同性愛についてどう考えますか？聖書ではですね、異性愛も禁じてるんですね。異性愛、つまり不貧困を禁じてます。その不貧困の中に、その同性愛も入ります。
異性愛も同性愛も聖書では禁じられています。つまり、神様の秩序は、信仰結婚だけなんだよ。信仰による結婚、信仰による結婚だけが許されています。異性愛の不貧困、つまり婚前交渉ですね、婚前交渉は聖書では禁じられています。ですから同性愛も、ある意味では不貧困になるんです。同性愛も不貧困です。性的不道徳ということになりますね。性的不道徳、つまり同性愛だけが良くないということではなくて、同性愛だけが良くないんじゃなくて、異性愛も良くない、異性愛も良くないということです。もちろん AV も良くない、不倫も良くない、 AV も良くないということですね。ちょっと森の中に行ってみようと思いますね。せっかく森の近くに来たので、森を見てみたい。いいでしょ、この道いいと思いませんか。なんとなくね、この道いいでしょ。この山道はお気に入りですね。光の加減もいいですね。お気に入りの山道という感じでしょうかね。お気に入りの山道。はい。この山道はとても、まあ、素敵な山道ですね。まあ、毎日、階段できましたね。こう、きれい。誰かがやってるんですね。こう、きれいな階段ができました。こぼれ日が綺麗ですね。枯葉の絨毯はこの期間、この時期だけのもの。そうですね。枯葉の、確かに枯葉の、枯葉が絨毯ですね。キリスト教は同性愛者ばかりなのですか？そんなことないですよ。同性愛は一応禁じられてますね。異性愛も禁じられてます。同性愛、異性愛も禁じられています。それは、神様の、ね、秩序というのは、そういう、結婚という形、それも信仰結婚という形、信仰結婚という形で、男女関係が許されています。その秩序が大事だということですね。その秩序が大事だということです。信仰、成熟したですね、成熟したクリスチャン同士はね、信仰結婚という、信仰による結婚ですね。恋愛結婚ではない。恋愛結婚というのはですね、結局肉の結婚ですから、失恋します。失恋したらもうね、離婚しかないんですね。離婚しかありません。もう結婚する意味が失われてしまいます。恋愛というのは妄想です。その時燃えても、ね、失望するんです。失望したらもう結婚できません。ね。もうなぜこの人と一緒にいなきゃいけないんだ。なぜこの人を愛さなきゃいけないんだっていうふうになっちゃうわけです。恋愛結婚は悲惨です。ね。恋愛結婚というのは続かないということですね。妄想ですから。妄想というのは本当の愛じゃないですから。失恋した時にね、結婚は続かないんです。でも結婚っていうのはですね、続けなきゃいけないんですね。
子供ができる、ね、子供が成長する、離婚なんかしてはいけないわけです。子供のために結婚は継続しなきゃいけません。そのためには変わらない愛が必要なんですね。変わらない愛。だから恋愛結婚はダメなんですね。恋愛結婚は、離婚しやすいんです。そういうわけで、信仰による、ね、神の愛で、神の愛で結婚するならば、ね、安定した家庭、安定した結婚になるわけです。その時初めて、子供たちは、安定した、家庭環境の中に過ごすことができるんです。ですから、ぜひ皆さん、信仰結婚までは純潔を保ってください。ね、信仰結婚までは純潔を保ち、不純な関係を持たないでください。ね、世の中を見て死ぬまで連れ添う夫婦は大多数。いや、結構、うまくいってないですね。まあ、連れ添ったとしても、なんか愛し合ってる夫婦は少ないんじゃないでしょうか。慣れ合いで仕方なく夫婦やってる人が多くて、本当に心から喜んだり、心から愛し合ってる夫婦は本当に少ないと思います。それは本当の愛がないからです。ね。本当の愛がないと。信仰の結婚でたまたま DV の人と当たってしまったらどうするのですか？祈るんですね。祈って、許して、愛するのです、ね。まあ DV の場合は、まあ、命の危険もありますから、一時的にですね、避難することはもちろんあったとしても、その人が変わるように祈ることができます。信仰結婚の皆さん、どんな具合でハピネスな結婚生活してるの？神の愛で愛し合うというのはとても素晴らしいのです。神の愛で愛し合う。そういう信仰結婚がとても大事なんです。ぜひ皆さんに、そういう、信仰結婚をしてほしいと思います。こういう感じ、いいですね。ここの景色はとてもいいと思います。はい、じゃあ証し行きましょう。ね。証し行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、その純潔が分かった証し、イエス様を信じて、不貧困が良くないということが分かった証し、イエス様を信じて、その、この世の汚れが分かった証し、スタート。イエス様を信じて、この世の汚れが分かった証、スタート。罪の汚れが分かった証、スタート。清くならなければ、天国に行けないということが分かった証、スタート。スタート。スタート。人間好きな人と結婚するのが一番だと思う。その好きな人というのが怪しいのです。一時的に好きではダメなのです。恋愛っていうのは一時的好き。
結婚っていうのは一時的じゃないんです。結婚っていうのは生涯のことですから。好きな人というのは一時的なんです。景色の素敵な場所を訪れるあなたの放送には興味あります。ありがとうございます。進行を始めたら恋愛ドラマが くだらなく感じ始めました。アメン。アメン。素晴らしいですね。恋愛ドラマが、くだらないということが分かりました。恋愛ドラマがくだらないということが分かりました。単なる肉欲だということ。ね、一見綺麗のよ、綺麗で興奮するような、恋愛というのは素晴らしいように感じますけど、それが妄想だと分かれば、ね、妄想だと分かれば、ね、この世の、恋愛ドラマ、恋愛映画が、ね、その意味がないと、意味がないと、それを見抜く必要があります。だからといって、素晴らしい、神の愛がないということではありません。恋愛以上に、恋愛以上に素晴らしい神の愛があるんだ。恋愛以上に素晴らしい神の愛があるんだ。そういうことを皆さんが知ってほしいと思います。神がいたら戦争がなくなるはずだ。戦争は、ね、もちろん神様は戦争を喜んでいません。神様は戦争を喜んでいません。しかし、人間には罪があって、その罪の結果、喧嘩とか争いとか戦争があるわけです。神様は、その罪の結果を見て、ね、罪の結果を見て、その人間の罪を教えたいのです。そしてその罪を、許されるためには、イエス様が必要であるということを教えたいのです。世の中に悲惨なことがあります。世の中には悲惨なことがあります。それは、罪を許す十字架が必要なんだ。人間の罪を取ってもらわなきゃいけないんだ。そういうことを、神様は教えたいのです。神様は、罪を、ね、取ってほしいということを、願っているんです。世界の戦争のほとんどがクリスチャンが起こしている。クリスチャンの国かもしれません。クリスチャンが起こしているというよりも、クリスチャンの国が起こしていると言えるでしょう。しかしそれは信仰によって起こしているのではありません。クリスチャンの国といっても、クリスチャンがリーダーシップ取っているとは限らないのです。クリスチャンは、平和主義なんですね。平和主義です。イエス様を信じたら何でもないようなことが幸せだと分かりました。地平線の向こうでもこちらも平穏であることを願いたいです。罪というのは神様に対する罪のことですね。神様に対する罪、この法律に対する罪も結局はその神様に対する罪を、このモデルとしているんです。神様に対する罪、それが、本当の罪なんですね。その罪のゆえに人間は神様に裁かれてしまうのです。キュウちゃん風邪ひかないんだね。もう一度ちょっとこちらの方のパノラマを
お見せしましょう。飛行機が飛んでますね、飛行機がね。じゃあ、ちょっと寒いので、車に乗ります。ちょっと寒くなってきました。これから、帰りますが、ガソリンをですね、ガソリンを、入れに行きますが、まあ、ちょっとガソリン入れたりね、そういうのを見てもしょうがないと思うんですが、まあ、喋りながら行きますので、それではですね、ガソリンスタンドに、なぜキャスの時だけ、なぜキャスの時だけガソリン、それは理由はちょっとタイミングがそうなっちゃうのかもしれませんが、はい、では、それでは行きたいと思います。はい、皆さん、綺麗な景色はいかがだったでしょうか。じゃあ、行きまーす。バックで行くんですね。私たちは神様にあって、責任があるんです。多くの人はですね、神なんかいないということの中で結局は、自分勝手に、生きたいわけです。日本の社会に生きるにしても日本の法律を無視はできません。社会というのは自分勝手にはそもそも生きれないわけです。日本の法律を犯せば当然違反となり、違法となり、逮捕されます。それと同じように、それは何を表しているかというと、神様には秩序があるんだ。あ、ごめんなさい。社会には秩序があるんだ。社会には秩序があるんだということを表しています。神様は、その神の秩序、その神の秩序を、神の秩序をですね、その教えたいわけです。
神の実情を教えたい。神様にしたなければうまくいかない。神様に従わなければうまくいかないんだということを教えたいと教えたいのです。はい、じゃあちょっと忘れ物を入れていきたいと思いますが、よいしょ。この間ガソリンの入れ方をですね、ちょっと皆さんガソリンをね、見ても給油を見てもしょうがないと思うんですが、あまりね、これ確か押すんでしたっけね。はい、ね、ガソリンを入れるとこ見てもしょうがないとは思うんですが、ごめんなさい、ちょっと音が違う。はい、皆さん、給油を、協力給油を見てくださってね、ありがとうございました。まあ、ね、人の給油見てもあまり意味がないかもしれませんが、はい、それではですね、帰りたいと思います。そうですね、帰りもちょっと話をしながら
かりたいと思いますが、何を巻いたらいいか。よし。それでは行きましょう。メッセージをしながら行きたいと思いますが、はい、メッセージをしながら行きましょう。あまりメーターが思ったより増えない。ちょっとメーターが増えてほしいんですけど、思ったほど増えない。メーターが思ったほど増えないですね。はい。メーターがバンってこう上がるのがあまり上がらない。何かですね、電波がちょっと弱くなったせいで、ちょっと切れてしまいました。どうもすいませんでした。ね、これで大丈夫だと思います。ちょっと切れてしまいました。はい、時々やっぱり電波が弱いと、ちょっと切れちゃうことがあるようですね。はい、すいませんでした。今度は大丈夫だと思います。はい。今度は大丈夫でしょう。はい。さっきの続きですが、結局人間というのは、その、神様の秩序の中で生かされている。神様のある意味では法律があって、神様の法律があって、で、神様の法律に対して、違反していてはいけない。多くの人たちは神様の国の神の法律に違反しているということに問題がある。そこで、イエス様を信じることによって、またイエス様に従うことによって、もう一度その神の国の国民になれる、神の国の民になれる。それまでは神の国のその、まあ、国民ではない、神の国の中で違反して、生きている、そこに問題がある。私たちは神様に対して、違法に生きてはいけないんだ。
合法的に生きなきゃいけないんだということです。多くの人たちは知らず知らず、知らず知らず悪魔に騙されて、神様に違法で生きているんだ。それが罪人だということですね。罪人というのは、神様のその秩序の中に違反しているよ。そこでもう一度立つ必要がある。法律に沿って神の国の、ね、合法的な、市民として、神の国の市民として合法的に生きなければならないでということです。それがですね、それが、その、イエス様を信じることによって、イエス様を信じることによってもう一度、合法的に生きれるんだよ、合法的に生きれるんだよ、もう一度市民になれるんだよ、神の国の市民になれるんだよという、それが、キリスト教です。ぜひ皆さん、神の法律に違反するような言い方を悔い改めて、自分の十字架を背負ってイエス様のについていくことによって、イエス様についていくことによって、合法的に生きれるんだよということですね。教会に着きました。はい、途中でちょっと放送がですね、途切れて申し訳ありませんでした。無事に着きました。皆さん、分かりましたでしょうか。皆さんが、神の国の中で生きなければならないんだ。神の国で違法として生きてはいけない。違法として、生きてはいけないんだ。神の国で合法的に生きなければならないんだ。神の国の国民にならなければならないんだ。そのためには、イエス・キリストを受け入れて、罪を悔い改めて、罪が許されて、市民権を得なければならないんだ。皆さん、イエス様を信じて市民権を得ましょう。イエスキリストを信じて市民権を得るのです。それでは招きをしましょう。今日の放送を見て、神の国の、市民として違法に生きるのではなく合法的に生きたい人、イエス様を信じて合法的に生きたい人、アメンと言ってください。アメン。合法的に生きて神の天国に、将来天国に行きたい人、アメンと言ってください。アメン。将来天国に行きたい人、アメン。アメン。将来天国に行きたい人、アメン。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 天のお父様、感謝します。今日の放送感謝します。今日は、景色のいいとこに行けました。そして今日は、その、自分の十字架を背負ってイエス様についていく、自分の十字架を背負ってイエス様についていく、神の国の市民にならなければならない、罪が許されて神の国の市民にならなければいけないことを学びました。今アメンと言った方々が、
罪が許されて、罪が許されて、天国に行くことができるように、天国に行くことができるように、どうぞ、イエス様、その、アーメンといった方々がクリスチャンとして歩み始めますよ。クリスチャンとしてこれからの人生歩み始めますよ。祝福してください。祝福してください。人々を救ってください。感謝します。イエス様、感謝します。日本を救ってください。若い人たちを救ってください。ツイキャスの人たちを救ってください。ツイキャスの若い人たちを救ってください。彼らに救いが必要です。彼らに救いが必要です。イエス様、どうぞ、一人でもたくさんの人が救われますように。一人でもたくさんの人が救われますように。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。ありがとうございました。それじゃあ、今晩は、ニコ生とツイキャスありますけれど、朝は、あさってがツイキャスですね。明日はニコ生です。あさってツイキャスです。それじゃあ、皆さん、良い一日を。シャローン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 。良い一日を。シャローン。